行政院が16日、中国大陸の対台湾政策31項目について対策を発表しました。行政院が中国大陸の31項目の対台湾政策が国家の安全保障と国民の権益に影響した場合、それを禁止すると明言しました。台湾、日本、韓国の証券取引所が15日に MOU を締結しました。自転車の国際ロードレースツールと台湾は15日最終ステージとなる台湾最南端平東圏での第5ステージを終えました。株と為替の動きです。16日の台北株式市場平均株価指数は 9.25 ポイント上げ 11,027.7 ポイントで引けました。取引高は台湾元1659億6600万元でした。続きまして、明日17日の台湾各地の天気予報をお伝えいたします。17日の台北市は曇り時々雨、最高気温は21度、最低気温は17度、3月16日のニュースをお伝えいたしました。今日の担当は大宿慶でした。まずは3月の11日に北部新北市の淡水で行われたイベント、シエシエ台湾日台心の絆の話題です。続いては台湾のアニメの長編映画が日本のアニメフェスティバルでグランプリを獲得した話題です。本日のナルワンアワー、担当は駒田でした。文化といいますのは大変に奥深いものでございまして、今週一つを取ってみても東西南北全て同じとは限りません。土地が広ければまあそういうこともあるかなと思いますが、日本の九州と同じくらいの面積しかない台湾でも同じなんですよ。ということで今日は台湾の一部の地域にしか伝わっていないとっても特殊な風習を皆様にご紹介してみたいと思います。ローズリュウが歌います。ご視聴ありがとうございます。はい、これは、局からのお知らせですけれども、非常に、残念なお知らせですね。はい、この短波放送を聞いてらっしゃる方はですね、よくご存知かと思いますが、放送というのは、年間を通じてですね、夏時間と、冬時間というふうに分かれているんですね。はい。でですね、これ夏時間に入りますのが、今月の25日、そして、終わりますのは、秋ですね、10月の28日ということで、このほど、この今年の夏時間のですね、私ども日本語放送の、放送スケジュールが出てきたんですね。そうですね。で今短波の方では、4波で、毎日放送を行っております。で朝、1波そして、夕方1波と、夜2波ですね。はい、がですね、なんと3月の25日から、これが夜のこれは日本の時間で8時からですね、9時までの1時間、今も放送してますけれども、これ1回になるということですね。はい、短波放送は3月25日をもちまして1時間放送になります。1回の放送だけになるんですね。はい、1日に1回だけということで、まあ、短波放送ですので、まあさまざまな状況で、あまりですね、明瞭にお聞きいただけない場合があるかと思うんですが、その場合はですね、まあ、インターネットで聞いていただくしかない
なくなりますね。そうですね。これは、放送局全体の調整ですね。英語の方も今、3月、25日以降ですね、エハーになるんですね。あ、1日2回の放送ということですか。はい、そうです。なるほど。また短波放送はですね、終了するというようなね、言葉もあると聞いています。そうですね、はい。ということで3月の25日からのですね、これ台湾の方の時間で午前9時からですね、10月の28日の午前9時まで台湾の時間です、までがこれ夏時間のですね、放送スケジュールということになりまして、少なくともこの間は、日本語放送は、1日に1回、日本の時間で夜8時から9時までということになります。はい、大変残念なんですけれども、ご了承いただきたいと思います。周波数は変わっていません。やはり 9.735MHz です。そして、今回の放送時間帯の調整に合わせて、番組の内容も、若干調整いたします。ですから番組表自体がね、少し変わるということですね。はい。また、番組を通じて皆様にお知らせいたします。はい、先ほども申し上げましたけれども重複になってしまいますが、ですからはっきりですね聞き取れないというような状況があった場合にはですね、大変申し訳ないんですけれども、インターネットご利用の方はインターネットで、ですね、一度聞き直すというようなことをしていただきたいと思います。本当に申し訳ありません。申し訳ございません。今後ともよろしくお願いいたします。それではリスナーの皆様からいただきましたお便りをご紹介してまいります。はい、それではまずこの方からまいりましょう。神奈川県は横浜市にお住まいの北見隆さんです。それでは次の方です。こちらの方は私どものホームページのですねホームを使ってこちらに受信報告書をお送りいただきました。お名前それからご住所を書いていただいていません。次回はですねその辺をお書きいただくと嬉しいです。フェスティバルにぴったりかもしれませんね。ゲイリー・チャウ、チャオグーが歌いました Life is Beautiful という曲をお届けしながらお分かり出します。ご案内は大須久喜と上野でした。こちらは台湾国際放送です。お聞きの放送は台湾国際放送 RTI中華民国中央放送局の日本語番組です。この放送に対する皆様のご意見ご希望をお待ちしております。宛先は中華民国台湾台北市北安路55号、台湾国際放送玉山です。北安の北は南北の北、安は安全安心の安、玉山は玉山と書きます。なおホームページのアドレスは http://www.rti.org.tw です。台湾国際放送の日本語番組は毎日4回北東アジア地区に向けて放送しております。放送時間帯と周波数は次の通りです。日本時間午後8時から9時まで 9.735MHz を使って、日本時間午後10時から11時までも 9.735MHz を使って、そして翌日、日本時間午前7時から8時まで9.735MHz を使って、日本時間午後5時から6時まで 11.605MHz を使って放送しております。次の放送時間まで
皆様ごきげんよう。中華民国台湾台北から台湾国際放送でした。